最初にハッピーアワーっていうのがね、うん、YouTube 開いてたんでね、その文化みんなまず知らないし、もうありえないよ、ね、YouTube が主催で、うん、六本木ヒルズ当時ね、うん、本社があったところに YouTube ジャパンとかそう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 にもう YouTube で登録者数とは関係なく誰でも参加できるパーティーだった、うん、そこにもう0人の人も来れば、それこそ当時のメグさんとか、うん、課金さんもいましたね、出したりとか、そうか、でそこで俺らは売れてない分、ヘギョがやっぱ情報通だから、うん、そのこういうのありますよ、うん、これマジかましますみたいな感じて大チャンスだもん、大チャンスだから、もう本当に緊張するから、うん、俺六本木で今でも覚えてる、地下鉄の階段の踊り場で、うん、してんぞおら全部殺す全部殺す、俺らが一番気合い入れた、気合い入れてやってたイメージはあるの、全員殺すぞっつってM1 出るぐらいですよ、ただのパーティーですよ、ネタ合わせみたいな、入ってそうそう、まず酒行ってもらう無料でね、無料ドリンクも何もかも食べ物もいっぱい無料で配ってたから、そうそう、お酒を用意してんの、YouTube が、うん、それがもうありえないもんね、で、まあ、いろんな YouTuber とかあった時に、もうヘギョも YouTuber 通だから、でも人見知りなの、うん、自分から声かけれないから、まあ、基本俺が後ろから指示するそのさ、あの人あれです、あれですおまめさん、しろさんです、今なんでおまめさんですおまめさん、面白いです元芸人やってちょっと絡みむずいですけどめっちゃいい普段のプロフィールがちゃんとそうそうそう、ちゃんと分かってるからこれ今めちゃできるでしょ、そうそうそう、最近マウントコラボしてて今暑いっす、今暑いっすみたいな感じで行った時に、あ、あれとあれ、この前あの髪の毛のやつとかバズってますね話しかけた方がいいっす、絶対っつってでもそれしか言わないのやった方がいいっすよって、ね、いいっすよって、あとは提案だから全然いけないからって言われて、じゃあ行こうかっつって行って、うん、でもやっぱすごいね、当時もやっぱもっと若かったから、うん、まあ、正直俺の目からしたらもうクソガキだったね、もう20歳だね、20歳だから普通大学生みたいな感じで、うん、もうこれもう余裕っしょみたいな維持っしょみたいな感じで維持っしょランドセルしょってランドセルしょってたあ、でもあれはちょっとビビったなあ、ちょっとやっぱ俺らその面白い衣装弱いから2人は一緒だったもんね、3名揃えて3名着てたから、3名黒髪ロン毛でね、黒髪ロン毛、そのパーティーも俺も行くかどうかって感じだった、あ、そうだそうだわ、で、あ、俺いいわ2人で行ってみたいな感じだった、確かに、じゃあワンチャンそこで会ってたかもしれないかもしれない、可能性はだ、 YouTube にね、もう光がなかった時代だからね、まあ、そうだからもう金稼ぐとかもうそういう次元じゃなかったじゃん、まあそうね、ただ面白い動画上げてる育ったやつらばっかりで、そうだ、もう本当変人しかいないパーティーみたいな、本当そんなイメージでしたね、そうそうそう、当時はで、舐められたら終わりだと思ってたから、いや、そうそう、なんかお前おもろいなみたいな感じでよくやってるじゃんみたいな、俺も動画出すのが楽しいってだけで、はい、YouTuber に詳しいわけじゃなかったから、なんかいきなり話しかけられて、どうやってるらしいじゃんって言われたら、もうあ、先輩なんだって完全に自分より上の人作戦がもう構想してる調子いいみたいだねみたいな感じで、すごい人だすごい人だそう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 、でなんか登録者数何人ぐらいなんですか、4万人当時の4万人って相当すごい、いや、すごいだろうね、しかも初めてすぐだったよね、まあ半年とかかな、で4万人で、ね、おおすごいじゃん、なんかなんか頑張ってんねみたいな感じで当時何人って言ったら、まあ60人80、60、80、60、別のチャンネルだったから、ね、まさか2桁だからいや、マジで今考えるとすごいよね、いや、すごいっすよ、俺らも怖いもの知らずというか、それでね、本当先輩だったら本当すごいなって思ったんだけど、80、60って言ったらもう気に入っちゃって来た来た来たやばい昔から好きなんでそういう一番ドツボだった、